いやー、終わっちまいましたね。あっという間の半年間、トモリキトレスというわけで、今回ですね、毎週やらせます。こちらの作品、早々のフリーレン。ついに最終回を迎えた28話ですね。全28話終わってしまったというか、俺、まあ、その正直という感想、一切忖度ない感想を、いつもですね、ましてこれはありで話していきたいと思います。というこれ、昨日はですね、まあ、久しぶりにライブ放送というか、同時視聴もですね、フリーレン最終回やらせていただきまして、非常に盛り上がった、わけですけれどもね。まあ、このフリーレン、まあ、アニメ、まあ、素晴らしかったわけなんですけれども、まあ、原作の累計発行部数とか、海外人気とかもね、とんでもないことになりましたんで、まあそういったのも含めながらですね、今回話していきたいので、まずはですね、まあ最終回、また、最終回メインで今回話しますけれども、まあ、ぶっちゃけフリーレンどうだったのかというところで、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思うんですけれども、そう、そのフリーレン、全28話、見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、すんごかったですね。いや、ほんとあまりに素晴らしすぎるアニメを見たなというところで。まあ、ある種やっぱアニメ界に革命を起こすようなね、作品だったなと思いましたし、まあ、やっぱ元から言ってましたけど、この作品元々のやっぱ流行りの形とはまた違ったね、うん、タイプの、うん、作品だし、魔王を倒した勇者一行の後日談というところで、魔王を倒した後から始まっていくので、まあ、回想シーンもね、やっぱうまく使いながらという作品、だったんですけれども。はい。まあ、クオリティもさることながら、まあ、声優さんのうまさもさることながらですね。やっぱ内容面の面白さ。また、まあ、アニメのね、やっぱ細かい部分、まあ、音とか、表情とかのこだわり、本当に素晴らしい、うん、作品だったな、と思いました。はい。ということでね、いやー、フリーレン、もう終わっちまったのかと、ほんと最初はね、金曜ロショーということで、何事がどんだけ入ったのやと、推しの子の90分は意味あったけどね、フリーレンの120分は訳が違うんじゃないですかと言ってたんですが、まあ、私は金曜ロショーね、まあ、1話の同時視聴残ってますね、見ていただいたら分かるんですけど、もうびっくりするぐらい泣いちゃいましたね。ただ、実は1話の時点ではね、まあ、120分の金曜はちょっとハードルが上がりすぎていたのか、まあ、思われてたストーリーが違ったのか、正直ちょっと賛否が分かれてたんですよね。でもこれを見た時に、いや、フリーレン思ったよりも、ヒットしないのかもしれないなっていう思いがあったんですけれども、まあ、そっからね、まあ、シュタルクとか、まあ、新しいキャラも出てきて、まあ、アウラ編とかがあって、どんどん人気を上げていった。で、最終的にやっぱこの試験編ですよね。まあ、2クルームほとんどはこの試験編っていうのをやってたわけなんですけれども、まあ、これがね、まあ、原作で賛否が分かれていたというところだったんですけど、まあ、僕自身は正直ハマってなかったんですよ、この試験編っていうのは。まあ、むしろ微妙だなと思ってた人だったんですが、もうめちゃくちゃ面白くてですね。で、さらにやっぱバトルシーンがやっぱ多いもんですから、まあ、それでよりね、フリーレン評価が上がったのかなというのは思いましたし、やっぱその、まあ、2クール通してですね、本当はまあ、試験編とはまたこれまでと違ったテイストの話なんで、そこのやっぱ、本当いろんな面白さを見せてくれる作品で、まあ、感動のシーンもあれば、笑っちゃうシーンもあれば、ラブコメのシーンもあれば、ね、もう付き合っちゃえって俺なんか言ったかね。っていうシーンもあればね、はい、本当なんかバトルシーンももちろんあって、シリアスな話もあって。やっぱ様々なやっぱ面白さが詰まってた、うん、作品だったし、やっぱアニメーションとしての魅力とか、やっぱ原作理解度の高さ。で、この先に斎藤監督ですね、まあ、ボッツ・ザ・ロックの監督がやられてるわけなんですけれども、まあ、その、やっぱこの斎藤イズムじゃないですけどね、斎藤パワーがものすごいやっぱ詰まってた、うん、作品だったなと思いましたし、まあ、2期どっちが先にやるのかっていう感じですけどね、フリーレンもね、正直最終回終わったとも発表あるかなと思ったんですけど、うん、まあ、今回なかったんですけどね。はい。まあまあ、アニメジャパンであるかもしれないですし、まあまあ、多分どっかでもちろんあると思いますね。そこはね、心待ちにしながら、どっちを先にやるのかと。斎藤監督は大丈夫なのかと。倒れちゃわないのかという。そういう心配もしながらですね、ここからも楽しみに見ていきたいなと。まあ、原作はまだ掲載入ってるんですけど、ストック自体はあるはずなんで、次は2期で普通にワンクールでやるんじゃないかなと思ってますけど、まあでも黄金共演の前にまたね、ちょっと話もあるので、どういう構成にするのかともありますけどもね。はい、またそこもめちゃ面白いね。ここからもすごい面白い作品なんで、まあ、非常にね、もぐしん原作勢というところですけども、ね、楽しみに見ていきたいなと思います。原作は原作でまた面白い展開やってますんで、非常にね、まあ、試験編見てるとまたより楽しめる作品がね、先に今話やってますんでね、はい、まあ、気になった人はぜひね、また原作の方も置いていただけたなと思います。はい、ということでね、いやー、フリーレン、いやー、もう本当にもう半年だったのかっていう思いもありながらね、なんか金曜ロードショーみたいなはるか昔な感じもね、正直するんですけれども、はい、っていうところで、まあ、28話というところでね、結構やっぱ異例ですね。普通だったらニクールの25話というところなんですけど、まあ、全28話という中でね、はい、うまかったですね。まあ、最終回もね、
まあ、関して言ったら、まあ、最後のね、締め方、めちゃくちゃおしゃれでしたね。映画だったなというか。なんかある種人生を見たというか。うん。ものすごい良かったです。はい。すげえ洒落てたっすね、最終回は。って思いました。はい。で、まあ、人気の部分で話していくとですね、海外スコア、海外人気っていうと、マイアミリストっていうね、僕自身いつも海外評価ランキングで、ね、紹介してるサイトでは、なんと 9.30 っていう、なんかありえない記録を記録してまして、で、これがですね、歴代最高スコアなんですね。で、フリーエンっていうのはずっと歴代最高スコア自体は取ってたんですよ。歴代スコア、最高スコア自体は取ってたんですけれども、それ 9.15 ぐらいだったんですね。その時点で最高だったのに、さらに上がるっていう、本当もう別次元のね、記録を残したと。いうところで、あ、さらに上がってますね。 9.36 だ。試験最終回でさらに上がりまして、やばいな、 9.36 だって。はい、ということでね、歴代海外マイアミリスト1位の作品がここについに生まれたということで、まあ、ハガレンがずっと1位でね、なかなか抜けなかったんですよ。まあ、推しの子とかさ、ブリーチとかめちゃ評価高かったんですけども、なかなかこのやっぱ9をまず維持するだけでもすごいですし、最後1位取れなかったんですけれども、かぐや様の最終回3期とかもね、 9.02 とかもちろん高いんですけど、1位取れなかった中でついにね1位なんですけども、圧倒的ですから、でもこれ多分二度と抜かれないんじゃないかっていう、本当凄まじい記録が、生まれたなっていうのは思いました。はい。で、国内人気もね、半端じゃなくてですね、まあ、配信人気とかももちろんめちゃ高くて、まあ、薬はずっと1位でね、2位をデッドヒート、してたような感じだったんですけれども、累計発行部数がですね、なんと、2000万部を突破したという頃はね、まあ、昨日かな、まあ、出まして、最終回直後はな、情報が出まして、はい、おめでとうございますということでね。アニメ前はね、累計1000万部、もともとめちゃ売れてる作品ってあったんですけれども、それが倍というところで、ほんと原作もね、鬼のようにね、アニメ始まってからずっと売れてましたから、もうそれは納得の結果かなと思いまして、倍の2000万部で、すごい記録ですね。フリーエンは13巻とかかな。あ、2000万部なんです。あ、もう1巻あたり100万部あったら、もうほんと超ビッグタイトルで超人気作品なんですけど、はい、もう倍近いというところで、はい、ほんと凄まじい記録をね、出してくれたなというふうに思います。はい、おめでとうございます。いや、素晴らしかったです。まあね、見てない人はね、まあ、ぜひ見ていただけたらと思いますし、はい。ほんとね、こう、まあ、試験でさらにこう評価を上げてくるとやっぱ思ってなかったので、そういう意味では、ほんとすごい良かったなと、思いましたし、まあ、僕自身もちょっとそこは心配してたんでね、もうそこは間違い面白かったですから、もうここからは何も心配ないというか。まあ、あとは監督の体調だけか。まあ、作詞さんもね、結構救済もともと多い作詞さんなんで、まあ、原作もね、まあ、しっかり完結まで描いてくれるとっていうのは思ってますけどもね。まあ、まあ、じっくりですね、また2期、待っていきたいなというふうに。まあ、最終回は、ね、最終回また面白かったですね。はい、ということで、ここまで終わりでね、まあ、最終回メインで話していきますんで、まあ、その辺ご注意いただけたらと思います。ということで、ぜひね、フリーで、ね、最終回皆さん見てから、ここからね、見ていただきますと嬉しいですと。で、ネタバレの感想としてはですね、まあ、フリーレン、まあ、やっぱ今回ね、まあ、三次試験というか、最終試験ね、まあ、前回でですね、まあ、フリーレンがまさかの不合格とか、まあ、フェルンちゃんが受かった、嫌ですみたいな面白い発言もあったりというところの話ですごい面白かったし、まあ、その前フェルンとね、フリーレン杖の話もすごい良かったんですけれども、今回ね、そんな中で、まあ、ビアベルとか電剣とかどうなるんだっていうのを言ってたわけなんですけど、まあ、まさかの全員合格っていう。そんな合格者出るのっていうね、驚きの展開だったんですけど。はい、メドーツとかね、かわいいとか、ちっちゃくてかわいいとか言って、なんかおもろいやつが多いなとか言って合格になるんですけど、もう面白かったですけどね。ユーベルとか何も言わずに合格とかさ、メガネ君とかも実は、ティータイムを一人楽しんでたとかさ、まあ、まさかの本体来てないとかね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、細かいし、またデンジーとかね、ビアベルとかの回想シーンも良かったんですけど、まあそんだけやっぱね、今回ものすごい人たちが集まってた。で、普通だったらあっさりすぎて面白くないんですけど、一瞬のシーンには面白さが込められてて、ね、そこも良、かったですし、はい。で、まあ、回想シーンもそうだし、ラオフェンとかも完全に孫でね、伝剣の。ここすごいね、面白かったですし、はい。で、やっぱこのフリーレンが、あ、じゃあフェルンがね、まあ、フリーレン弟子だって感じられるシーンがね、やっぱこう、最後にすごいあって、まあ、魔法もそうですけどね。はい、ものすごい良かったですし、また会った時に恥ずかしいからなんて今回のサブタイ回収もあったんですけど、これがまた良くて、ヒンメルがね、ほんとかわいかったね。この名言製造機やなっていうのはね、改めて、まあ、その出会いもあれば別れもあるっていうところで、まさかの合格者独自展開っていうところは、久しぶりに心落ち着くね、まあ、最終回っていうところだったかなと、思いますけど、まあ、あえてあっさり別れるんだというところで、ね、また会った時に恥ずかしいからなっていうところで、ヒンメルが言って、そしてフリーレンが言うっていう、まあ、ここの構成鉄板なんですけど、マップすごい刺さるし、エンディングめちゃくちゃ良かったですね。エンディング映像とかね、まあ、クラフトとかザインとかも出てくるんですけど、ものすごい良かったなというのは思って、見てます。すごい最終回本当おしゃれだったなと。いう感じでした。はい。フリーレンが最後出来になったりとかね、ゼーレーとね、同じ表情してたりとか。すごいやっぱ面白さもね、
詰まってましたし、やっぱ最後のその細かいの表情へのこだわりっていうところがね、フェルンちゃんもそうだし、フリーレン、ゼーリー、この辺のね、やっぱものすごくうまかったし、フリーレンは本当嬉しそうにね、フェルンが受かったのをしてたなっていうのも思ったという感じで、本当ね、試験はキャラの魅力がすごかったですね。本当みんなね、マジで魅力的ですぎる、キャラクターたちで、デンケンもビアベル、ユーベル、まあ、ラント、素晴らしかったし、やっぱユーベルとラントね、僕すごい好きなんですよね。この二人も付き合っちゃうって感じじゃなかった、最後の距離感とかさ。やばい、やばいカップルってやつけど、カップルが成立すれば。はい。まあ、フェルンちゃんはね、相変わらず、このままこんな食べて太っちゃうぞとかね、電気がめちゃくちゃ優しく甘かったりね。もうラオフェンずっと食べてたしね、みたいな。この辺も面白かったですし。はい。いやー、素晴らしかったですね。いや、ほんと面白かったなと思いました。はい。あっという間ね、ほんと半年間、まあ、全28話ということで、ね、ほんと今、世田谷皆さん、お疲れ様でした。もう、マッドハウスも完全復活ですね。もう、クオリティも、特にやっぱ試験編ものすごくて、まあ、あの、あれですね、シュタルクが出てきた時のバトルシーンの、リュートのバトルシーンの時点でやばかったわけなんですけど、最後はね、もう何も息切れすることなく、結構ね、2くらいあったら1話くらい怪しい話とかあるはずなんですけど、1話もなかったし、もう、すごかったですね、最後ら辺の試験編とか、ほんとアニメ史に残るレベルのクオリティ見せてくれた。まあ、その上でやっぱ話の面白さっていうのもすごい出してきて、やっぱ回想シーンをね、ガンガン使ってっていう作品なんですけども、そこがまたね、抜群に良くて、まあ、過去と現在の対比っていうのをほんとうまくしながらね、時の流れっていうのはやっぱうまく扱っていく作品でもあったし、やっぱエルフ、まあ、フリーレンってやっぱ長く生きてるからたくさんの別れがある。でもやっぱだからこそ、まあその出会いと別れっていうのもすごい大切になってる作品で、まあちょっとね、またビアベルの話も出てきましたけれども、やっぱこの見かけに振らせたりするやんだけど、やっぱすごい心に優しさ溢れるキャラがものすごい多くて、この作品はね。そこもすごいあったし、まあ最初からやったらレルネンがいきなり攻撃的にびっくりしましたよね。っていうところでね、またいろいろ面白さも詰まったし、やっぱゼーリアの人柄みたいなまたね、実は弟子の方全部覚えてたりとか、っていうのもまた最後見えてきて、またキャラにね、すごい厚みも出てた。素晴らしい回だったなと。まあ素晴らしい作品だったなと。お願いします。音声大臣皆さんね、半年間お疲れ様でした。2期もね、まあ楽しみに待ってます。まあ映画化とかもね、もしかされるかもしれない。まあその辺のね、また、動きは注目したいし、まあ主題歌とかもね、ものすごい良かったですね。ミレイさんもね、めちゃ良かったし、あの、夜遊びさん、そして、ね、まあ、2組目のオープニングもね、あの春ですね。まあ、これもね、またすごい、ヨルシカさんですね。まあ、よかったな、というところで、本当に素晴らしいアニメ、見させていただいたな、ということでございました。はい。ということで、今回の動画は以上となります。皆さんね、また感想どんどんどんコメントお待ちしてますし、本当原作勢からしても大満足すぎる、アニメだったな、というこれ、本当すべての人に、見ていただけたらと思います。はい。ということで、以上となります。まあ、ね、フリーでもちろん2期とか決まったら動画出しますし、まあ、2期も始まったらね、感想動画とかも出します。まあ、それ以外もね、まあ、今期も本当最終回ラッシュということで、いろいろまた感想動画とかも上げていきますんで、ぜひこの機に、チャンネル登録、高評価とかもしていただいてね、お待ちいただきました。幸いです。ということで、本当にね、皆さんお疲れ様でした。あー、最高でしたね。素晴らしいね、アニメを見たなと。で、海外でも本当歴代最高スコア、ね、累計部数も2000万部の2倍になったというところで、やっぱその面白さ、アニメの出来の良さ、もうこれをね、もう表せたな、というふうに思いました。はい。ということで、以上となります。ご視聴最後までいただきありがとうございました。